スイミングできる。コウキンは何て言うんですかね、名前的に。ムクリはあのアイヌだけど。日本のコウキンです。これが日本の。ああ、そうです。トゥバの方だとホム、ホムス。ホムス。はい。シベリア全域でホムスって言うよね。ホムス。コウキンのホムスって言う。ホムス。で、なんか材質によって、ホニャララホムス。ああ、ホムス。で、イギリと。イギリは何か意味があるんですかね。イギリという楽器です。いや、意味はない。トルク語圏なので、まあ、ただ分からないです、まだ本当にモンゴルにもイルケルという楽器があったりとか、馬頭琴の原型になっている。で、西モンゴルの方に行くと、これと同じ楽器がまだあります。あと、ハカスとかアルタイ共和国に行くと同じような楽器があります。声全然出してないんで、まあ、ちょっと、軽く適当に。あ、お願いします。セッションで。